同じことを教えててもそのやっぱりこれって友達関係とか恋人だったりとか、ね、その結婚する人とかやっぱりただ単にその見栄えがいいとか面白いとかだけじゃなくてやっぱあるわけじゃないですか、その人に惹かれる要素って。それはその人の持ってるストーリーだったりライフスタイルだったりなんか波長が合うとか共感ポイントってあると思うんですよね。だから私はストーリーを語るのが重要って言ってるのはこの UCP の C がすごく重要だからです。マーケティングしてくれて、だからまあ断るごとに私はあのストーリーの話をしてるじゃないですか。まあそのストーリーっていうのはいろいろこう伝えることができるっていうそのマーケティング的な意味もあるんだけど、やっぱりそのストーリーの中にその人の人間性っていうのが出るんですよね。そうするとやっぱりそのストーリーに共感する人っていうのがやっぱそこで人間関係になってくる。